94年6月14日に、任天堂が発売した、スーパーファミコン用の周辺機器、ゲームボーイ互換機の一つである。希望小売価格は6800円。本機を使用することで、スーパーファミコン上から、ゲームボーイのソフトを遊ぶことができる。なお、本機の機能を改善した、スーパーゲームボーイ2に関しても、本校で述べる。 1994年3月14日に日米同時発売することが発表された。当時のゲームボーイ本体に使用されていた液晶画面はモノクロ表示の上に強い残像が発生するため視認性が悪く、さらにユーザーからはゲームギアのような液晶画面のカラー化が望まれていた。任天堂は価格と携帯性の両立という理由から液晶画面のカラー化は 時期少々と判断したが、スーパーファミコンを利用し、ゲーム画面をテレビに表示させる形式を取ることでこれら、欠点の改善を図った。ゲームボーイカラー発売前のハードであったため、カラー専用ソフトには対応しておらず、起動はできない。また、カラー対応ソフトを使用した場合も、ゲームボーイカラー時の配色ではなく、スーパーゲームボーイの機能による、 疑似カラー割り当てでの動作のみとなっている。スーパーゲームボーイにゲームボーイソフトを差し込んだ後、ソフトを差し込んだスーパーゲームボーイをスーパーファミコンのカセット差し込み口に差し込んでスーパーファミコンの電源を入れるとテレビ画面でスーパーファミコンのコントローラーを操作することによりそのゲームボーイソフトをプレイすることができる。単にテレビ画面上で ゲームボーイソフトが遊べるようになるだけではなく、いくつかの付加機能を備えている。マイカラーでは、このように、モノクロ4階調それぞれに、任意の色をつけて表示させることが、可能。L ボタンと R ボタンを、同時押しすると、画面下に、システムウィンドウと呼ばれるメニュー画面が現れ、この中のアイコンを選択することで、色や枠、操作方法の設定ができる。このウィンドウは、 スーパーファミコンマウスでも操作可能である。この他、ゲームの実行速度を変更してプレイする隠しモードが存在する。ただし、切り替えるためには、ホリ電機のスーパーゲームボーイ専用コントローラー、SGB コマンダーが必要である。またごく一部には、カラーパターン、または、ピクチャーフレームのどちらか一方が用意されていないソフトや、 メニュー画面の内ボタン設定以外のアイコンが利用できずにソフト固有のカラーパターンとピクチャーフレームの仕様を強制されるソフトが存在する。日本国内におけるローンチタイトルはドンキーコングとテトリスフラッシュである。単体で画面のカラー化を実現したゲームボーイカラーは1998年10月21日に発売されたがそれ以降に発売された ゲームソフト481タイトルのうち、本機に対応しているソフトは169タイトルで、このうちゲームボーイカラー共通ではないソフトは7タイトル、一方で本機に対応していない、ゲームボーイカラー共通ソフトは50タイトルである。このことから、ゲームボーイカラー発売以降もゲームボーイカラー共通ソフトの多くは、色数では、ゲームボーイカラーに劣るが、 画面の大きさは勝る本機にも対応していた。最終的に、本機対応ソフトは1994年から2002年に、かけて374タイトルが発売された。最後に発売された対応ソフトは2002年6月28日発売の、フロム TV アニメーションワンピース幻のグランドライン、冒険記である。以下は、本機対応ソフトを、 ゲームボーイシリーズ各本体で使用した際の動作を示した表である。ゲームボーイカラー以降の本体で使用する際は、本機への対応は無視され、ゲームボーイカラーに対応しているか否かで動作は決定される。2種類存在する。一つは、任天堂ゲームのキャラクターたちが、ゲームボーイとスーパーファミコンに装着された、スーパーゲームボーイにかかった虹を渡ってくるというもの。 ナレーターは、テレビの大画面で好きな色がいろいろつけられる、ゲームボーイソフトとスーパーファミコンの夢の架け橋などとアピールする。もう一つは博士に噴したマリオと女子のドンキーコングが、スーパーゲームボーイを発明するというもの。マリオが、これまでのソフトも、全部、色付きで遊べるとアピールする。スーパーゲームボーイの開発には、ホリデンキが関わっており、 スーパーゲームボーイに対応したスーパーファミコン用コントローラとして同社から SGB コマンダーも発売された。初代ゲームボーイの下半分を模したデザインを呼びカラーリングとなっており長方形型の白いコントローラの右下にはゲームボーイと同じ5本の斜めの溝がある。コントローラの中央には SGB モードと SFC モードのスライドスイッチがついており、SGB モードに設定して、スーパーゲームボーイを使用した場合は、このコントローラ独自の機能を使うことができる。SFC モードに設定すれば、通常のスーパーファミコン用コントローラとしても、使用できる。スーパーファミコンの標準コントローラとは異なり、側面に LR ボタンは配置されておらず、右側には、 ゲームボーイと同様の赤い AB ボタンの上部に4つの白い特殊ボタンが右上から左下に向かって配置されている。これらの特殊ボタンは SGB モードでは特殊機能の発動ボタン、SFC モードでは通常のボタンとして機能する。なお、SGB モードで使用する場合はスーパーゲームボーイのボタン配置設定をタイプ B にしなければ B ボタンが使用できなくなる。 また、スーパーファミコン専用ソフトは、SGB モードのままでプレイすると誤動作を起こす、可能性がある。スーパーゲームボーイ2998年1月30日には、スーパーゲームボーイにはついていなかった、通信端子を搭載し、初代で起こっていた本来より、動作速度が速い症状が改善された、スーパーゲームボーイ2が発売された。希望小売価格は5800円。 発売は日本のみ。コネクタのサイズはゲームボーイポケットと同じものであり、完全にゲームボーイポケットと同一環境である。なお、本機は2003年に発売されたゲームキューブの周辺機器であるゲームボーイプレイヤーとゲームボーイポケット用ケーブルで通信をすることができ、スーパーファミコンとゲームキューブが唯一つながる手段でもある。ただ、 ゲームボーイカラー発売前のハードであったため、1994年に発売したスーパーゲームボーイと同様にカラー専用ソフトには対応しておらず、起動はできない。また、カラー対応ソフトを使用した場合もゲームボーイカラー時の配色ではなく、スーパーゲームボーイの機能による疑似カラー割り当てでの動作のみとなっている。本機では、 本体内蔵のピクチャーフレームが一新されたが、全体が黒いフレームを選び特定のコマンドを使用することで、旧ピクチャーフレームも使用できる。共通事項として、ゲームボーイ側には、リージョンプロテクトはなく、全世界で出荷された、ゲームボーイソフトゲームボーイカラー共通ソフトが使用できる。スーパーファミコン、エセネッツ、スーパーコンボイ側は、 同期主要ソフトと同じリージョンプロテクトがかかっている。日本国外では、スーパーゲームボーイには発売されなかった。北米版、スーパーゲームボーイスーパーゲームボーイを呼び、スーパーゲームボーイ2にはいくつかの制限事項を呼び、不具合が存在する。一般発売はされていないが、類似するものとして、ゲームボーイ発売当初から店頭用に、 ゲーム画面をモニターにディスプレイする初代ゲームボーイの形をした装置が使用されていた。モニターにゲームボーイソフトのデモを流せるようになっており、私有はできないもののゲームボーイの画面を意識した緑色の表示を行っていた。またスーパーゲームボーイに発売以前にも64マリオスタジアム等で行われたポケモンの大会では通信機能を備えた特別仕様の スーパーゲームボーイが使用されていた。ローソンでかつて実施されていたロッピーのゲーム書き換えシステム用のグレー仕様のものがある。ギガバイトメモリーカートリッジへの書き込みにも使われるため市販の SGB とは仕様が異なるとみられる。かつて任天堂64専用のスーパーゲームボーイ3の開発が行われていた。展示会にいて発表と展示が行われたものの 後に発売中止となった。機能としては、ゲームボーイカラー対応、専用ソフトにも対応する予定であったとされる。ギガバイトソフトが使える、SFC 周辺装置任天堂が6月にも発売、ゲームマシン、第470号、1994年4月15日、4面。MB ムック、懐かし、ゲームボーイパーフェクトガイド、4ページから5ページ。 ありがとうございます。